あの扉の向こうに行ってみようぜ。チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してからね。押してくれましたかね。はい、こんにちは、ブルーホースでございます。今日もやっていきましょうか。バイオヘッド4。まあ、前回ね、ちょっと白いパンツをさらけ出しながら、実は甲冑に身を包んだというね、金髪、短髪、女子大生がさらわれてしまったという事件のもとですね。なぜかさらわれたその瞬間に、まあ、この時計台を今からね、こう逃げていこう、いや逃げていくじゃない、先に進んでいこうというまあ魂胆ではあるんですけど、なぜかさらったその先に時計台を渡っているシーンが映っているというね、こうちょっと謎すぎるという、飛んでってなんでそのなんか壁を越えるためだけにあの虫が使われたみたいな、この謎の瞬間をね目の当たりするわけなんですけど、ね、まあ、姿が見えるかどうかで言うと、お前ちびすぎるから見えないっていうね。あとレオン、その格好だと右目がなかなか見えにくいっていう、まあそんな話はどうでもいいんですけどね。まあ今回どこまでしようかな。もう本当はね、ちょっとやつをやりたいんですけどね。やつっていうのは執事ね、あの横、今8時半、7時45分ですよね。ね、二人が。で、あのなんかよくわかんない釜みたいなやつ使ってるんだったら、まあ、ぜひね、そのまま使っていっていただけたらよかったんじゃないかなって思うけど、まあ、そんなこともいかんぜよっていうか、そんな感じなんですかね。これ飛んでくんのかな？これ行こう。そしたら、やっぱり、これあれなんだね、知らなかった。ノーマルの時に、この透析機使われるもんだと思ってたけど、プロフェッショナルの時だけみたいですね。まあ、いいや。後ろでどんどん飛んでくるんで、ちょっとそれは鹿として。で、前からなんかニヤーって、来てる。早っ。恐ろしくスピード早く来たね。じゃあ足を打って、頭打って、蹴飛ばす。いえ、下がっていく。そんな反り滑りみたいにさ、自らの体で反り滑りとかしなくても大丈夫ですよ。うん。で、拾って。さて。いやー、最近ちょっと、普段1年前にそのなんかね、1年前とかさ2年前の同じ日とかに自分が何をやってたのかとかっていうのをこう思い出すために日記を毎日一応つけてるんですよ。ところが最近ちょっと忙しくって日記をつける暇がなかったから、ちょっと久々に日記をつけてて、で、まあちょっと1ヶ月2ヶ月前くらい何してたのかなと思ったら、まあ2ヶ月前くらい前かな、まあ、厳密には1ヶ月半前か、くらいに、一時ニートになってたんですよ。まあ、ニートっていう言い方よろしくないな。まあ、実質その、今の転職先になるために、前職の仕事が終わって、有給消化をしている最中のところだったんですけど、まあ、そこで一応ね、おー、めっちゃ飛んできてる。ここまでは飛んでこないっぽいね。じゃあ、ちょっと、シコシコと。あ、下手くそ！シコシコと。ほい。いえ、飛ぶんかい。誰が飛ばしてん？ハゲ。オッケー。この、でも、ハゲとかさ、なんか、こう、帽子かぶってるのとか、違ってたらめっちゃ恥ずかしいけど、なんだっけ、インディ・ジョーンズ、魔球の伝説のさ、に出てくる、なんか、モララムの手下たちみたいな、そんな感じするよね。まあ、あのハゲ、モララム自身な感じするけど。まあ、それはいいや。うん。そうそう、なんか、だから、1ヶ月半前くらいに、まあ、ユニバに久々に行って、久々って言っても半年ぶりかな。で、その当時、半年前に行った当時は、また娘ちゃんが歩くことができなかったからね、まあ、歩き始めたら、まあ、いろんなところ、まあ、幸いにも、そんなに人がめちゃくちゃ多いわけじゃなかったけど、多いわけじゃなかったから、まあ、自由に歩かせたけど、やっぱりもう歩く楽しさを覚えた1歳児はやばいっすね。もう縦横無尽にどこまでももう歩いていって、しかもそれがまた楽しそうにキャッ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 って言うんですよね。で、身長がね、面白かったのが、うちの子その2歳近いけど、今月2歳になるんですけど、あのね、90センチもないっていうか80もないんじゃないかなくらいので、ヨシアドベンチャーっていうのが任天堂ワールドにあって、でその任天堂は使うか、そう、ニンテンドーワールドでヨッシーアドベンチャーってアトラクション乗るときに92センチないとダメなので、ちょうどその卵1個分くらい足りなかったのがものすごい受けた。身長がだから、まあ本当に15センチくらいないんだろうな。だから本当に80センチもないんじゃないかなくらい、77、8センチくらいしかないようなサイズ感だったんでね、それがまあ面白かったよね。本当にこんなぴったし、そのなんだろう、おお、ピロンってした。そうそう、本当にその、卵1個分のね、あとヨッシーが1匹生まれる分くらい身長が伸びたら、
まあいろんなね、結構そのユニバのなんかあの付き添いありで乗るためには92センチ以上じゃないとダメってアトラクションが結構あって、まあ、それに乗れるようになると、まあ、例えばそのヨッシーアドベンチャーとか、あとあのワンダーランドのスヌーピーがくる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 回ってるやつとかね、あとゴーゴースのスケートボードは無理か、あとフラワーあれなんかじゃあの バルーンなんちゃらみたいななんかそんなのがあって、これねいつもね敵がどこにいるのかっていうのがね真下にはいなさそうでね、これ降りたら、待って、あの炎は大丈夫？炎は、ああ、炎は特に大丈夫そうだね。これもう一個下にいるのか。オッケー。で、降りた瞬間真横にいたりとかしてね。あるいは振り返った瞬間の場所にいたりとかして。目の前に。ああ、いたいたいた。じゃあ、バックドロップ。うん。こいつをちょっと積極的に使っていかないと、うん、弾が余ると、ちょっと拾いたいアイテムが拾えなくなるからね。で、あと敵どこにいる？稲下げだけど、まあ真下に、あいって！先にやられた。やろ。おら、お前ら、シコ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 してんじゃねえぞ。こっちもパツ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 ってやったんだ。そう。あと何だったっけな、何が乗れるんだろうな、92センチ以上になったら。ハリドリとかね、フライングダイナソーなんかとてもじゃないけどね、フライングダイナソーなんかさ、フライングダイナソー乗ったことある人はわかるかもしんないけど、もう全身ガッチガチに固定されるのよ。で、アトラクションから、手や足を出すなって言われるけど、逆に手を足をどうやって出すのっていうくらい、もうガッチガチに固定されるから、からむしろ、小さすぎると、なんかもう手も足も全部なんか出せちゃいそうな、そんな感じ。あ、やばい、痛い、いらんダメージ受けた。よいしょ。あ、やばい。あ、作戦変更。逃げます。あぶね。おお。ある意味神回避。痛い。逃げる。もうこいつら相手にしてられない。そう。でも、万が一のことを考えると回復しとかないと、こう、そう、目の前からめっちゃ迫ってくるからね。うわ、回復アイテム乏しいな。これ、あれ、三つらたんですね。ういー。で、これ急がないと、後ろ振り返るとね、迫りくるー。ほら、来た。ああ、振り返らないとというか、もうすでに迫りくるシーンがあったんだな。ごめんね、散弾銃がごめんよ。いや、わかるよ。痛いのは。ああ、めっちゃ来てるわー。とりあえず、燃えろ。ファイヤー。オッケー。2個使うまでもないか。ああ、めっちゃ焦げてるわー。炭火焼きって、やっぱりあれだよね。こう結構周りをカリカリっと焼く系の、ね、やつとかにすると、結構やっぱ美味しかったりするっすよね。ちょ、筋肉ムッキー。そう、まあ、行った時期がちょうどその、なんかいろいろ話題が転換するな。聞き取りやすい。まあ、聞き取りやすいか聞き取りにくいかで言ったら聞き取りにくいわな。知ってる。あっち行って、くそ。にゃろ、ボケかす、これ。口が超悪い。あ、やばい。避けろ。避けてね。うおー、やばい。うわ、ラストの回復薬。あ、これつく。ちょっと、もうこれ以上ダメージは受けられない。お前、貴様よくもやってくれたの、飛べ。足元のロケランをよこせ。まあ、今よこされてもいらないか、逆に。来てるよな。めっちゃ来てるわ。あ、こけた。ありがとう。ちょ。こけてる間に。こけ。クリスマスのフードは美味しかった。ミートパイアタックそう、ホグワーツでミートパイ食べたんですね。その時の、ミートパイ売ってくれた人が、多分、まあ、大学生くらいなのかな、留学生で、名前何だったっけな、パウエルだったかダニエルだったか、なんかそんな感じの名前だったんですよね。うん。で、このミートパイ食べたら、あなたもハマって、また食べたくなる、もう一個食べたくなるよって言われて、まあ、買ったのがちょうどたまたま1個だったんですけどね。で、来たサイズ感見たら、これだったら、ちょっと晩ご飯の直前だったけど、まあ、もう一個食えるかみたいな。まあ、晩ご飯ビュッフェだったから、あんまり食べすぎると良くないなっていうのあったけど、でもま、ちょっと胃を広げてね、してます？皆さん。空腹でね、ビュッフェ行くのバカだからね、本当に。本当にバカだからね、
おーおー、めっちゃ走ってきてるー、やばい。待って、鉄格子閉まってる向こう側に行こうとしてるやつがいる。まあいいや。で、オッケー。これもう一体来てるとかそういうのない。やばい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 。あ、ちょっと待って、抜けれない。抜けれない、やばいやばいやばい。もう一個。オッケー、よしよしよし、一体目撃破。危ない危ない。そう。あのね、まあまあビュッフェの話は後にしよう。そうそう。で、そういうのがあったから、あの、ミートパイ食べてね、ちょっと胃を広げようか、みたいな、そんな感じで行ったんですけど、ちょっと待って、あ、うおー、マジか。あはーん、予想外のです。知らんかったわー。あそこで刺しに来てくれないとは。もうそうなったらもう、こっから。で、オッケー。で、ちょっと雑魚を。雑魚、あ、雑魚、雑魚、雑魚はいらない、雑魚。めっちゃ走ってきてるよ。逃げだ、漏れ。ああ、その時に無理シーンは怖いざんす。後ろ振り返ると。オッケー。どうしようか。ほい。あ、ちょ、待って、もう一体来てるじゃん。お前ら兄弟か。あー、カッチンカッチン。おー、ちょっと待って、なんでいるの？あれ？どっから来たんだ、君。やばい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 。これはよろくない。これはよろくない。よろくないって何？よろしくない、危ない、後ろ踏ん。とりあえず、燃えてねえし、燃えてねえし、やべえし。もうすり抜けてくんなよ。まったく、危ない危ない危ない。とりあえず、あー、わわ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 、とりあえず端っこまで逃げてって、おーおーおー、目の前でブン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 。あ、もったいないな。もったいないな、一発、うーん。オッケー、一撃必殺じゃないんだけど、とりあえず一撃必殺って言っとこう。で、やつはどうなる、やつはどうなる。さあ、来るか。あ、オッケーオッケーオッケー。あー、まあ、もう一丁いるか。もう一発いるか。くる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 。トリプルアクセル。ダウン。来てる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 。おおおおお、危ない危ない危ない。そうそうそう、ブン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 しといて。ブンブンしといて。で、しまって。オッケー、お上手。まあ、下手なんだけどね。ダニエルかパウエルの話どこ行ったんだよ。そうそう。で、ダニエルかパウエルか。そう、結局、なんかもう一個買うことになったんですよ。サイズ感がちょっと小さめだったから、嫁さんと二人で、まあ、一個ずつ食べようかと。本当は二人で一個のつもりが一人一個になって、で、食べるかみたいな話をしたら、めっちゃ切ったわ。そう。して、それはまあいいんですよ。その時に、まあ、あの、日本語すごく上手ですねって言ったら、魔法使いだから。ダニエルって思って、パウエルだったかもしれないけど、忘れたけど、うん、かっけーって、だからそういう言葉がさ、とっさに出てくるって、もう日本人でも難しいじゃないですか。それがやっぱできるっていう、改めてそのユニバのね、クルーのレベルの高さを感じたよね。あー、マジですごかったわー、あれは。ねえ、まあ、だからそういうところで働こうとね、あの、考えてらっしゃる方はぜひね、そういうこう、とっさに言われた一言に対してどんな返しが自分はできるのかっていうね、そういうトーク力を磨いておくっていうのは非常に大事なのかもしれないっていう、まあそういう、あの、何の役に立つかどうかもわからない。でもその本当に世界最高の感動ってやっぱりユニバが歌ってる以上はさ、そういうちょっとしたところでさ、感動を大きく与えられるっていうのはマジですごい、教育が行き届いてるのか、まあそういうところを目指してる人たちが、そういうパフォーマンスレベルが高い人たちがもともと集まってるのかっていうのあるけど、すごい大事なんじゃないかなと思いますね。で、この後やっぱ二十歳のね、性欲盛りの男の子はこう縛られているアシュリーを使って、もうとても大変なことをやりましたっていうね。甘い。ふっさに XC とかね、ほんとこうボタンをちゃんと覚えてなかったら多分ズッタズタにされてるよね、シンプルにね。OKOK、まあ、そりゃそうだよな。あのボタンを押す動作とかが一個一個大きかったら、これから何が起こるかっていうのは、やっぱりレオンレベルのエージェントになってくると、もうとっさに分かっちゃうっていう話だよね。昔言われたもんね、あの、もう死んじゃったおじいちゃんにさ、あの、ウエスタン劇場、あの、要は西部劇でさ、
果たし合いとかあるじゃないですか。銃、銃でこう立ち合って3、2、1、パーンって撃つやつとか。あれも銃の構え方が、その一旦銃口がその下にホルダーに入ってるのを上に向けてから撃ち直すんじゃ、そのコンマ 0. 点何秒で相手の方が早く撃てちゃうから、銃口を上に向けるんじゃなくて、抜いたらそのまま相手にまっすぐ向けて撃つのが大事だぜ。っていう、まあ、アドバイスを、どこで使うねんっていうアドバイスないけど、もらったことがあって、その時になるほどなーってめっちゃ思った。うん。どうしようかな。まあ、ちょっと死体まみれたところで一旦切るのも、レオンかわいそうなんですけど、まあ、若干ちょっと予想外の死を迎えてしまったことによって、一旦ここで区切りたいと思います。で、次回パートで、まあ、ちょっとね、取れた右腕と戦って、それも4の1終わるんですけど、4の2もちょろっとやって終わりにしようかなっていうふうに思います。ということで、なんか拾い忘れてる。よし、じゃあちょっと武器チェンジ等々もやっていこうか。ここでちょっと欲しい武器も手に入るチャンスなので、これはもう別にいらないかな。じゃあちょっと購入しまーす。なぜか、地下水路の汚い地下水路で、なぜか新しいショットガンが手に入るっていうね。で、しかもこのショットガン何がいいかって、性能だけじゃなくてね、見て、ほら、アイテムスペースが 6マス分も空くんよ。よし。じゃあ、このあたりでね、終わりにしたいというふうに思いますんで、ちょっと武器改造も終わったら、一旦切りたいと思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。相談数も装填完了。ということでね、次回、取れた右腕と戦いますんで、ぜひ応援よろしく。バイオ4の中で一番強い敵ですよ。じゃあまた次回お会いしましょう。バイバーイ。